今スタートしていきました。お知らせいたします。第5レーススタートに行きましてフライング欠場艇があるかも分かりません。今スタートしていきました。お知らせいたします。第11レーススタートに行きましてフライング欠場艇があるかも分かりません。スタートしました。やや外に向かっていいスタート5コースなんですがちょっと早いか。5番の岡部1周1マークの旋回3コースまくっていった3番泉なんですがここは痛恨のコールがあります。スタートが切られました。1周1マークへ向かっての先行争いとなっていまして横に並んでいます。なおスタートは判定中、スタートは判定中となっておりますのでご注意ください。スタートしました。4コースから4号艇の太田1周1マークへ向かっていきますがどうやら早いスタートがあったようです。スタートは判定中、スタートは判定中となっています。お手元の投票券は大切にお持ちください。今スタートしていきました。お知らせいたします。第2レーススタートに来ましてフライング欠場艇があるかも分かりません。スタートしました。確定1周の1マークへと向かっていきます。現在スタート判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。現在スタート判定中、お手持ちの投票券大切にお持ちください。スタートしました。1番2番がかなり踏み込んだスタートを見せました。これは早すぎるスタートがあります。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。1号艇の土屋智則フライング変換欠場です。スタートしました。福岡選抜第12レース、これはフライングデーがあります。お手元の投票券はどうぞ大切にお持ちください。この第12レースフライングデーがあります。ファンの皆様お手元の投票券はどうぞ大切にお持ちください。スタートしました。今競争の第3レース、これは早いスタートがあるかもしれません。スタートしました。一般競争の第4レース、早いスタートがありそうです。スタートしていきました。踏み込んでいる2号艇の江頭ですがただいまスタートは判定中です。ただいまスタートは判定中です。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。スタートしました。角から4号艇のため早いスタート。ただいまのスタートは判定中。ただいまのスタートは判定中です。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。スタートいたしました。一周一マークの向かう先行争いでありますがここはちょっと早いスタートがあったようでスタートの方は判定中となっています。スタートしました。1号艇の秋元のスタートは早いスタートとなったか。ただいまのスタートは審議中です。ただいまのスタート審議中となっています。お手持ちの投票券お捨てにならないように大切にお持ちください。スタートしました。3号艇の渡辺がいやっとこれは少し早すぎるかも。バックへ次々に抜けていきましたがスタート残念ながら問題があった模様か。スタートしました。これは早いスタートとなってしまいました。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。内枠勢が早いスタートです。1番の広瀬の陰線ですがここでお知らせです。スタートしました。おー外のコース、6号艇上優香攻め立てますがただいまのスタート判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。スタートしました。スロー勢ですがちょっとこれは早いスタートがあったか。1周1マークの攻防です。スタートしました。今競争の第4レース、これは早いスタートがあります。スタートしていきました。早いスタートが見られます。ただいまスタートは判定中です。ただいまスタートは判定中です。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。1番2番6番3番4番5番でスタートしました。センター3コース6号艇の白石ですがこれはちょっと早いタイミングか。1周1マークへ向かっていきますが現在スタート判定中、スタートは判定中。お手元の投票券は大切にお持ちください。スタートしました。1コース4コース、おっとこれ早い、インが早いです。沼田は早かった。ただいまスタート問題があります。スタートしました。 2,3 コース2人ですがだいぶここは踏み込んだスタート。スタートしました。インから1号艇の池田がかなり踏み込んだスタートとなりました。スタートしました。しかーと行き過ぎたぞ。1番の小山早い。1周1マークの旋回、これは痛恨のコールが待っています。スタートしました。角から勢いよく、おっと大外6コース、これは際どくなった。スタート判定中です。お手元の投票券は大切にお持ちください。スタートしました。4号艇の下出が、おっと外の手はキワキワからキワどうだというところでありますが4号艇がまくる。5号艇切り込んでいったが残念ながらスタートは問題があったか。今スタートしました。3コース、おっとっとっと4コース際どいぞ。内山かなり微妙。
お知らせいたします。問題がありました。スタートしました。確定1周1マークへと向かっていきます。現在スタート判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。現在スタート判定中、お手持ちの投票券大切にお持ちください。スタートしました。インコース2コースの両者、そして外の2人でありますが、思い切った踏み込みも、ただいまのスタートは判定中です。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。スタートしました。1号艇の楠原は慎重なスタートになりました。センター勢がかなりここは踏み込んだスタートになっていますが、スタートしました。4号艇高畑と5号艇大久保のスタートは早いスタートとなりました。ただいまのスタートは審議中です。ただいまのスタート審議中となっています。お手持ちの投票券お捨てにならないように大切にお持ちください。スタートしました。2コース2号艇篠田早い、インコース1号艇島田は際どい。ただいまのスタートは判定中。ただいまのスタートは判定中です。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。スタートしました。6コース6号艇渡辺早いスタート。ただいまのスタートは判定中。ただいまのスタートは判定中です。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。スタートしました。2コース3コース2コース点差、おーととととと、これ早いんです。3コースが早いようだ。イン先行する1号艇吉浦、ただいまのスタート問題がありました。スタートしました。2号艇三松のスタートは早いスタートとなってしまいました。ただいまのスタートは審議中です。ただいまのスタート審議中となっています。お手持ちの投票券お捨てにならないように大切にお持ちください。スタートしました。6コース4号艇大月は早すぎます。ただいまのスタートは判定中。ただいまのスタートは判定中です。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。スタートしました。早いスタート、際どいスタートと早いスタートがありました。先前する1号艇握って3号艇、内から2号艇4号艇でバック側に入りました。スタートしました。インから早いスタートがありました。陰線先前1号艇差しのハンドル2号艇握って3号艇でバック側に入りました。スタートしました。センター3コース3号艇の岸影、センター2艇はこうスタートでしたが、これはちょっと早いタイミングか。1周1マークを旋回してバック側へ立ち上がっていきますが、ここでファンの皆様にお知らせいたします。スタートを切りました。このスタートは判定中。このスタートは判定中。お手元の投票券は大切にお持ちになっていてください。スタートしていきましたが、スタートは判定中。スタートは判定中、どうぞご注意ください。スタートしていきました。これは早いスタートが見られます。ただいまスタートは判定中です。ただいまスタートは判定中です。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。スタートしました。6コースから4号艇でありますが、ただいまのスタートは判定中です。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。スタート判定中となっています。スタートしました。5号艇の山田、5号艇の山田がスタート早かったか。ただいまのスタートは判定中です。5号艇の山田のスタートがちょっと早かったか、際どいか。ただいまスタート判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。スタートしました。4号艇の木田、そして大外から6号艇の村松、これはかなり踏み込んだスタートになりました。スタートしました。2レースのスタートですが、これはちょっと早いタイミングがありました。1周1マークへ向かっていきますが、スタートは判定中。スタートは判定中です。お手元の投票券はどうぞ大切にお持ちください。バックスレッジが入っていますが、現在スタートは判定中。スタートは判定中となっていますので、お手元の投票券はどうぞ大切にお持ちください。1周2マークへと向かっていきますが、複数艇のフライングがあったようです。2マークを旋回して直線コース、ここでファンの皆様にお知らせいたします。スタートしました。スローの3艇でありますが、これはかなり際どいスリットになりました。ただいまのスタートは判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。スタートしました。センター3コース3号艇の土屋ですが、これは1周1マークへ向かっていきますが、これは早いタイミング。現在スタート判定中となっていますので、お手元の船券はどうぞ大切にお持ちください。スタートしました。スロー3艇コースタート、2コースから2号艇でスタートは審議中でございます。スタートは審議中です。投票券お捨てにならないよう大切にお持ちください。スタートしました。 2,3 コース4コースあたりコースタート、4コースから出ていく4番島川、1コースから伸び返すのは1番溝口ですが、早いスタートが出ています。スタートしました。進入固定の第4レース、早いスタートあります。フライング艇があります。お手持ちの投票券どうぞ最後まで大切にお持ちください。
ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票券どうぞ最後まで大切にお持ちください。スタートを切りました。このスタートは判定中、このスタートは判定中、お手元の投票券は大切にお持ちになっていてください。スタートしました。3コース際どいスタートです。スタート判定中です。スタートしました。確定1周1マークへと向かっていきます。現在スタート判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。現在スタート判定中、お手持ちの投票券大切にお持ちください。スタートしました。1周1マークへ向かいます各選手ですが、スタートは判定中となっています。スタートは判定中となっておりますのでご注意ください。スタートしました。4コース5コースが鋭いスタートですが、なおただいまのスタートは審議中、ただいまスタート審議中。最初は4号艇の酒井陽介選手です。ただいまのスタートは審議中です。ご注意ください。スタートしました。一番艇が好タイミング、5号艇も好出し、5号艇の杉村健也が出てくる展開。さあしかしここ内側の3艇がこれは非常に早いタイミングだったのか。スタートしました。4コースから4号艇の吉田、そして5号艇の寺島もこれはかなり踏み込んだスタートになりました。スタートしました。サンライズダブル戦の第2レース、早いスタートありました。フライング艇があります。お手持ちの投票券どうぞ最後まで大切にお持ちください。ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票券どうぞ最後まで大切にお持ちください。スタートしました。5コースか、とっと、お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。5番の渡辺が踏み込んでいます。1番尾形をまくって2番の刺激、そして5番の渡辺まくり出し、内をついては3番菅野差しですが、バックスイッチに入ってお知らせです。おスタートしました。ダッシュをつけた3選手、お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。外枠の2人が踏み込んでいます。スタートを切りました。このスタートは判定中、このスタートは判定中、お手元の投票券は大切にお持ちになっていてください。センターで少し早い手があったでしょうか。1艇か2艇かちょっと微妙になっております。現在慎重に判定を行っております。投票券大切にお持ちになっていてください。複数のフライングがありました。複数のフライングがありました。お知らせいたします。スタートしました。5号、わーっとこれは非常に早いタイミングとなってしまったか。バックへと抜けていきますが、残念ながらスタートは問題があります。スタートを切りました。このスタートは判定中、このスタートは判定中、お手元の投票券は大切にお持ちになっていてください。スタートしました。好スタート、ちょっと早いスタートが出たか。ちょっと内寄りでは早いスタートが出ていまして、1周1マークとなります。スタートしました。1コースですが、ちょっとここは早いスタート、早いスタートが出ています。1周1マークとなります。スタートしました。1番外側、6番の刺激踏み込んでしまいました。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。スタートしました。5番6番と2人がこう、6号艇の山本、これはちょっと厳しいのか。バックへ入っていきましたが、ただいまのスタート問題がありました。今節2本目なのか。山本健二フライング。スタートしました。1号艇の長野のスタートは際どいスタートとなっています。ただいまのスタート審議中です。ただいまのスタート審議中となっています。お手持ちの投票券お捨てにならないように大切にお持ちください。スタートしました。角市4コース、4番のこれさはお手持ちの投票券大切にお持ちください。スタートしました。6点、おーっと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 、これはかなり複数艇が早い状況となってしまいました。1です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。スタートしました。ゴーンと3コース、これは際どいスタートです。現在スタート判定中です。スタートしました。5号艇桑原、6号艇の葛原、5号艇桑原、6号艇の葛原、この2人のタイミングが際どくなっています。ただいまスタート判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。スタートしました。2コースから2号艇の石橋がこれはかなり踏み込んだスタートになっていきました。スタートしました。センター3コース、うわー、いっちゃった模様です。3号艇の金田は食い込んでます。ただいまのスタート問題があります。